今日の舞台はパナソニックスタジアム吹田。サポーターの熱気に包まれたスタジアムからデーゲームをお送りします。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この時間は国際フレンドリーマッチをお送りします。すごい試合になるでしょうね。福西さん、こうした代表戦に招集されることは選手としてこれ以上ない名誉だと思いますが、どんな気持ちで試合に臨むんでしょうか。人それぞれだとは思いますが、代表として恥ずかしくないプレーを見せたいという気持ちは誰でも持っていると思います。普段は国籍なんて意識しませんから、代表戦は特別な雰囲気がありますね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。メキシコ女子代表は1999年に初めてワールドカップ出場を果たしました。惜しくもグループリーグ敗退でしたね。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけてフリーでのパスを出させないプレーが得意ですね。今日のラインナップからもそんなスタイルが見込めるのではないでしょうか。そうですね、よほどボールコントロールに長けていない限り、圧力を受けたチームのプレーは乱れミスにつながりますからね。今日もとことんプレッシャーをかけていくはずです。今試合開始のホイッスルが吹かれました。ここはボールをキープ、ディフェンスをものともしません。戻します。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。うまく読んだインターセプト。ロペス、ゴンザレス、これは見事に奪いました。カウンター攻撃を戦術の主軸としている今日のアウェーチームですが、この試合でスタイルは変化するでしょうか。リードを奪えるか。ゴールキーパーがなぜかゴールを開けていましたね。
しかし落ち着いて得点を奪いました。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。違うアングルから見てみましょう。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。ペレス、ステファニー・マヨル、ペレス、パスをつないでいく。ルーズボールです。ボールはどっちだ。このパスは読んでいました。ケンティ・ロブレス、ステファニー・マヨル、ビクトル・ロペス、サンチェス。客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。いい形でゴール前まで持ってきました。素晴らしいボールだ。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。せめてニアポスト側のコースは潰しておきたかったですね。いいビルドアップでしたが、相手に渡ってしまいました。さあどう来るのか。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるようなセーブでしたよ。中に入れた。難しいシュートでしたが枠を外れます。これは悔しいでしょう。惜しいチャンスでした。惜しいですね。サイドからのクロスはチャンスになりそうです。いいカットです。ボールを奪いました。スペースへのボール、これは狙えます。これはポストの外。惜しいシュートでした。
リードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。ケンティ・ロブレス、パスを戻します。味方の位置を確認する。チャンスを狙っています。このパスはカットされました。カウンターアタックのチャンスです。素晴らしいボールです。ここでスルーパスを狙う。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。これでもう3点目ですか。ゴールを量産しています。乗っているのでさらに得点を狙ってくるんじゃないでしょうか。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。絶妙なパス、ゴールチャンス。見事なコントロール。相手を圧倒するゴールが決まりました。守備側は後手後手に回っちゃっていますね。別の角度からご覧ください。ペレス、ゴンザレス、ボールを回してチャンスを伺います。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ここはドリブルで前に出ます。チャンスだ。ゴールが決まった。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。こちらのカメラからの映像です。この展開を誰が予想したでしょうか。ペレス、ステファニー・マヨル、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。
これは見事なインターセプト。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。ステファニー・マヨル、いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ステファニー・マヨル、ここを起点にできるか。ここは大きなカットです。いい読みでしたね。ステファニー・マヨル、ゴンザレス、スペースに見事なスルーパス、ポストに当たって入りました。ポストに当たって入っていますね。ボール半分ずれていれば外に弾かれていました。ラッキーでしたね。違うアングルから見てみましょう。前半が終わりましたが、ここまではものすごい展開になっています。福西さん、フレンドリーマッチという雰囲気はほとんどありませんね。はい、これは後半も試合が動きそうですね。今試合開始のホイッスルが吹かれました。リードを奪えるか。ゴールキーパーがなぜかゴールを開けていましたね。しかし落ち着いて得点を奪いました。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。さあどう来るのか。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるよ。難しいシュートでしたが枠を外れます。ペースへのボール、これはポストの外、惜しいシュートでした。素晴らしいボールです。ここでスルーパスを狙う。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。絶妙なパス、ゴールチャンス。見事なコントロール。ここはドリブルで前に出ます。チャンスだ。ゴールが決まった。ペースに見事なスルーパス、ポストに当たって入りました。これは見事なパスカットです。余裕を見せます。これは強い。ボールをうまいパス。
入った。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、力の差が見て分かりますね。ペレス、ステファニー・マヨル、慎重に攻撃を組み立てています。サンチェス、ビクトル・ロペス、戻します。ロペス、サンチェス、ステファニー・マヨル、ペレス、タックルでボールがこぼれました。ここは2人で回します。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。このパスはカットされました。ゴンザレス、素晴らしいタックルです。このパスは読んでいました。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。いいカットです。ボールを奪いました。ゴンザレス。ペレス、出しどころが見つからないか。ボールを奪った。いいタックルでした。カウンターのチャンス、ここは決めたい。このカウンターは不発。ボールをキープできません。うまく読んだインターセプト。ボールを運んでいます。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ペレス、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。いいところに出た。ゴール決まりました。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。せめてニアポスト側のコースは潰しておきたかったですね。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。
ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがフリーになりました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの最高のボールが出た。ゴールキックになりました。これはもったいない。サブの選手がピッチに向かいます。ステファニー・マヨル、これは見事に奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。しっかりキープしています。ナイスディフェンスです。ステファニー・マヨル、サンチェス、ここから先の出しどころに苦労している様子です。ペレス、パスを返します。ディフェンスに奪われません。ペレス、戻します。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。危険な位置です。緊張感が増してきます。今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。強いですね。ボールを取られます。いいパスだ。あとは決めるだけ。誰もいないゴールへシュートを決めました。冷静なシュートではありましたが、逆にキーパーはどうしてしまったんでしょうか。ここは簡単にゴールへ流し込みました。こういうチャンスはめったにないんじゃないですか。別のアングルからご覧ください。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。ビアンカ・シエラ、サイドのスペースを使います。このパスは読んでいました。
ステファニー・マヨル、ペレス、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ステファニー・マヨル、ペレス、ステファニー・マヨル、いいボールが出ました。ペレス、サイドをえぐって中を見る、すぐにパスを返しました。ペレス、試合も残すところあとわずかです。試合は一方的な展開が続いています。攻守の切り替えが大事です。ゴールに向かっています。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。ここで1点も返しました。リードされながらも意地を見せています。逆転するのは難しいかもしれませんが、次につながる終わり方で締めくくるのは重要です。この試合の最終スコアはいくつになるのでしょうか。全く想像がつきません。1点は入りましたが、まだまだ厳しい状況ですね。ええ、ですが最後まで諦め、ここでホイッスル、ホームチームの見事な勝利です。いや、圧巻のパフォーマンスでしたね。チームは相手を終始圧倒していました。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。さすがといった内容でしたね。今試合開始のホイッスルが吹かれました。リードを奪えるか。ゴールキーパーがなぜかゴールを開けていましたね。しかし落ち着いて得点を奪いました。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。さあどう来るのか。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるような。難しいシュートでしたが枠を外れます。スペースへのボール、これはポストの外、惜しいシュートでした。素晴らしいボールです。ここでスルーパスを狙う。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。絶妙なパス。ゴールチャンス。見事なコントロール。
ここはドリブルで前に出ます。チャンスだ。ゴールが決まった。スペースに見事なスルーパス。ポストに当たって入りました。これは強い。ボールを奪われません。入った。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。いいところに出た。ゴール。決まりました。いいパスだ。誰もいないゴールでシュートを決めました。冷静なシュートではありましたが。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりません。